今日の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ、今回は錦市葉さんに伺いました。店舗にはいろいろお茶の葉をはじめいろいろ商品が並んでいるんですが、今日はお店の中にぐいっと入ってお話を伺います。はい、お話を伺いますのは、堂間瑞希さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずお店のこの店舗の方はどういうものを置いてらっしゃるんでしょう。はい、入り口付近です。はい、入り口付近ではお菓子か、あとお茶っ葉、たくさんのお菓子もご用意してるんですけれども、すべてお茶にちなんだものをご用意しております。あ、そうですか。はい、お茶っ葉は宇治茶をご用意しておりまして、お菓子もあめちゃんからラスク、せんべいとたくさんご用意しておりますが、すべて抹茶が入ったものであったり、お茶っ葉で実際に色やお茶をつけたものであったり、すべてお茶の要素を使ったものをご用意しております。そうですか。はい、やはり京都ですからお茶をこう楽しんでいただくという、はい、そういうためのさまざまなものということなんですけれども、はい、今日はこの中本当に京都やなという感じなんですが素敵ですよね。はい、坪庭がありまして、はい、こちらはどういうスペースなんでしょうか。この中全体はもう入り口は市場らしい賑やかな雰囲気、そうですね、した商品も展開していますが、はい、中ではもう雰囲気をガラッと変えて、曲も落ち着いた曲を流してゆっくり落ち着いていただく空間を作っております。はい、何がこう楽しめるんでしょうか。メニューでございます。そうですね、メニューは、はい、メニューも全て抹茶にちなんだもの、ほうじ茶にちなんだものを出してます。例えばどういうものでしょうか。最近の新商品、おじ茶を使ったお茶漬けが新商品で出てきました。それはすごい。ちょっとメニュー拝見しましょうか。はい、はい、さあどういうものがあるんでしょう。はい、スイーツはもちろんのこと、このスイーツもなかなかおしゃれですよね。まず最初はやっぱり抹茶ですよね。はい、おじ茶を使ったお茶とか抹茶との和菓子のセットが一番当店の一番おすすめでございます。これは基本中の基本というところですね。はい、でここからが当店のこだわりでございまして、はい、あ、そうですか。はい、さまざまなスイーツ、これおしゃれですよね。でもう何といっても抹茶たっぷりというところなんですけれども、はい、お茶漬けには、たまらないと。はい、お茶漬けが最近新登場してきたものですね。そうですか、いいですね。はい、大きく2種類に分かれています。そうですか。はい、お茶はお煎茶と玄米茶、これも店頭でも販売しているということですね。はい、そしてこう気になるのが、ちょっとまたカウンター移動します。このパン、はい、これどういうパンなんですか。一言でお願いします。はい、もう名前の通りデニッシュクロワッサンと言いまして、そうですか。外側がクロワッサン、はい、中はデニッシュパンになっている、まあ、とてもオリジナルのある、そんな錦市葉さん、錦市葉でございます。市葉さんに伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。